エルンスト・ヨハン・テッチュは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、武装親衛隊の隊員として戦った。騎士鉄十字章受賞者の一人。最終階級は、親衛隊少佐。1916年、カールスルーエに生を受ける。初等教育を受けた後、SS 特務隊に志願。隊員番号199,968を与えられ、ゲルマニア連隊に配属された。 また、この際に国家社会主義ドイツ労働者党にも入党し、党員番号526万2862を与えられている。その後、SS 士官を志願して、ブラウン・シュバイクの SS 士官学校に入校。鉄柱は SS 特務士団ゲルマニア連隊の一員として第二次世界大戦の勃発を迎えた。フランス方面作戦の達成後、SS 特務師団は、 さらに再編成され、SS 師団、ダズライヒとなり、この際に、テッチュは、第 2SS 装甲連隊第80戦車中隊の中隊長に就任している。1943年7月には、第 2SS 装甲連隊第3大隊長となり、同年10月までこの職を務めた。第3大隊は、路角された T-34 戦車からなる部隊で、 第 2SS 戦車両兵大隊から引き抜かれた兵士が、これの操縦に当たっていた。1944年、鉄柱は第 10SS 装甲士団フルンツベルクに転属し、同士団所属の第 10SS 装甲連隊第1大隊長に就任した。第1大隊は、パンター戦車からなる部隊であった。同大隊長として、東部戦線に従軍してた。 最中の1945年3月に、騎士鉄十字章を受章。その後まもなくして、第 10SS 総合連隊長となり、敗戦までこの職を務めた。戦後、鉄柱は、エスリンゲンのベセリーラ兵舎に設置されていた、アメリカ陸軍の第3936労働サービス局に、少佐の階級で雇われ、1958年まで、務めた。 1993年11月11日死去。ありがとうございます。